ほやろ。そうなんですよ。たくさん一番ティフ見たよって。さあちゃんがミキャンになっててびっくりって。そうじゃろ。ミキャンでした今日の登場は。ミキャン来てくれてたんだよ。大将さん、そうなんですよ、楽しみですね。 M リーグが開幕になるんです、明日。いやー、待望の。今回はあの選手の皆さんもかなり変わられてるチームもあるのでね、すごい楽しみですね。そのこう誰がどなたが打たれるのかっていうのも。そうです、ちょっと曇ってるから孵化してもらいます。オッケーオッケー。うん、新一、あ、よかった、チキも変えたんだ。ウィズライブ、こちらこそ、今日はトップバッターでありがとう。うん、カリタンありがとう、ノリタマありがとう。4年連続だね、本当にありがたいです。このポフポフなくなってる、最悪。どこ行ったんだろう。バンクーバーさん、フジモンさん、猫さん、ジージ、ケンジ、ユッキーさん、ダーシャハさん、アキアン、ダイクさん、ユウイチさん、カンちゃん、ヒデユキさん、ありがとうございます。ベクポワさん、コロポキャンプ動画見てたらよくマシュマロを焼いて食べてるけど、ひなぼは食べたことあるない。あります。そのね、私もマシュマロの、あのマシュマロ焼いたら美味しいっていうのをあのメンバーから教えてもらって、で一緒にやったんですよ、去年かな、初めてやった。え、マシュマロって美味しいのって言ってね、食べさせてもらったけど、めちゃくちゃ美味しくて、いやもう本当に、なんやろ、とろーっとしとって、なんやろ、本当に香ばしくてめっちゃいいんですよ、美味しかったです。万太郎さん、あさみさん、うさぴーさん、あきえもんさん、がっくんさん、クラッシャーのぶさん、まみしばさん、さとちゃん、かのんさん、じいさん、きんちゃん、いさむさん、ハンターさん、ありがとう。このイヤリングはあの昨日つけてたやつと同じ日に買ったんですけど、どうでしょうか。イヤリングつけております、今日は。のんちゃん、マジカルハットありがとう。のんちゃんさん、やまぴーありがとう。のぶさん、そうなんよ、上の T シャツは変えてしまったんだけど、写真とは。今日はあの緑の服を着ておりました。 Z さん、ありがとう。おひつりさん、今日はこの前の銀の方のやり、あ、そうです、そうです、よく覚えてくれて。そうそう、あのどっちつけていこうか迷った時にどっちがいいかなって見せたやつの銀の方ですね。これ可愛いところが左右違うんですよね。あのこれがちょっと緑っぽいのが入ってて、こっちは入ってないんですよ。可愛いやろ、めっちゃ。ポップマスターさん、ひらがなのフジモンさん、ありがとう。ゆいさん、こんばんは。髪色紫に見える、ほんとね、なんか光の加減かな。あ、リーヌさん来てくれてる、これ。わー、リーヌさん、イベントお疲れ様でした。お疲れ様です。今日はあの最終日だったんですよね。そっかそっか、お疲れ様です。コメントしに来てくださってありがとうございます。わー、ザキさんも来てくださっとる、リーヌさん。わー、すごい、暫定3位、お疲れ様です。すごい、3位だったのか、すごいです。あれですよね、1位の方と
審査員賞があるイベントでしたよね。フェルナンデスさん、リュウさん、イズキュン、ストリートク、こんばんは、ありがとうございます。のんちゃんさん、こんばんは。ユッキーさん、プチありがとう。ありがとう、万太郎さん、素敵なイヤリングだ。大勝さん、滝山芽一さん、ありがとう。アドナルドさん、ありがとう。ティフ、お疲れ様でした、楽しかったですって、ありがとうございます。めっちゃ髪色違く見えるねって。ね、なんかそうですよね。確かに。なんでだろう、フィルターのせいかな。あの何、この配信のおやつのちょっと明るくしてるんですよね。え、猫さんの推し初めて聞いたかも。コナミ推しなんだ、いいね、めっちゃ。え、今期はってことかな。グッチありがとう。リッキーさん、ありがとうございます。お、今日の最強戦みたいな、ヒロキーちゃんさんリッキーさん、チェキがほぼミキャンで受けたって。そうやろ、めちゃめちゃミキャンの存在感すごいよねチェキ、そうなんですよ。ひらがなのカズさん、こんばんは、ありがとうございます。ひなほうに顔を拭かれたなりちょっと拭いてしまった。テラコッタさん、ありがとうございます。野菜炒めさん、ありがとう。ミキャンの圧がすごいでも可愛かったやろ、ミキャン。あ、そういえば今日、そうそう、お家で書いて持っていこうと思って、今日は持って帰ってるんですけど、いろんな写真があるんですよ、本当に。楽しみにしてて、みんな、あの買ってくれた皆様、いろんな写真があって、そう、ミキアの存在感すごいやつはこんなやつとかね。これめちゃくちゃミキアの存在感すごいやろ、このチェキとか。もうこれは書いちゃったんだけど、なんかもうライブしてる様子の写真とかもチェキになってて、いい感じですね。こんな感じでいろんなやつありますねこれほんとすごいな、ミキアの存在感。え、ミキアの存在感すごい。なんか顔が影になっててさ、めっちゃなんか悪役みたいになってる、ミキアン。すごっ。こんなんとかありますね、お楽しみに。ミキアンでかい、でかい、確かに。これとかも画面の半分以上ミキアンかわいい。いろいろありますんで、お楽しみに。よいしょ。マシュマロ、そうそう、マシュマロ焼いたらめっちゃ美味しいよ。ドライチ食べたよ、たくみさん。配信ところで、配信で食べたかな。美味しかったね。え、むらちありがとう。ウィズライブ、こちらこそ楽しかったです。久しぶりやね、今日の。お寿司さん、こんばんは。ぬくもりさん、プチーありがとうございます。こちらこそ、大工さん、ウィズライブありがとう。あ、でもめっちゃ嬉しいです、喋っていただけるの。そんな、ありがとうございます。たくさんお話できてよかった。あ、太郎くんもありがとう、早いうちから。ぜひ、ありがとうございます。ケンジもありがとう、ウィズライブと。ありがとうございます。は、嬉しい。ちさとさん、こんばんは。投稿してた写真めちゃ可愛いって言ってくれとる、ありがとうございます。あら、嬉しいな。あ、ヘッドホン壊れたの、もろこしさん。おお、ヘッドホン壊れたらどうにかできるんかな。それは、私は多分その辺にボフボフが転がっているっていう感じだと思うんやけど。たかひろ、ありがとうございます。ありがとう、今日のイヤリング。こんな感じで、山下さん、三登場さん、こえぽんさん、むらぴーさん、ありがとうございます。
あ、めっちゃなんか外を感じれ、秋の夜を感じれてめちゃくちゃ良かったです。猫あげさん、あのお外からねウィズライブしてくれたんですけど、めっちゃ涼むしないとと。そうなんよ。ちょっともう一本あるイヤホン取ってこようかな。両耳聞けないからな。あ、本当ぬくもりさんも配信見てくれてありがとうございます。チェキ告知の時見てくれた。コロポー35分あり、え、ありがとう。めっちゃ遅れてるね。明日も晴れ。よしよし、よかったよかった。サイノさん、アイテレビの新番組見てくださったんや。ピピッとのやつ嬉しい、ありがとうございます。いや、本当に美味しいよコロポー。私も本当あの時にバーベキューで一回やってから、お家でも何回か炙ったしマシュマロで、あの今年バーベキュー行った時もあの絶対マシュマロ買って焼いてる。いや美味しいよね。え、タカヒロはキャンプにハマってるの？いいよね。 あんま行ったことないんやけど、あのアニメでさ、ゆるキャンっていうの見てからめっちゃキャンプ絶対楽しいだろうなと思って。のりたまめっちゃ面白かった。のりたまのすごいわ、あれ考えれるの。そうなんや、のりたま今日はマイキーにのりキーになって来てくれたよね。かりたんカウントありがとう。ようちゃんこんばんは、ありがとうございます。おさぴーさんかわいい、ありがとう。え、来週の日曜から鬼滅の刃、え、もうそっか、始まるか、秋アニメだもんね。わあ楽しみだね。はじめさんこんばんは、ありがとうございます。あ、大きいさんのね、すごい興味深い話を聞いたんですよ今日ウィズライブで。これちょっと紹介したいと思って、あのどんぐり、何と何やったっけ、あ、水戸黄門のテーマソングとどんぐりコロコロは歌詞を入れ替えても歌えるっていう、あのやけ、どっちの方がいいかな。どんぐりコロコロ、どんぐりコ、お池に回ってさあたいへって言って、歌詞をね入れ替えても歌えるっていうことを教えてくれたん今日。めっちゃすごくない？すごい発見やと思って。でもこれは何やっけ、なんか何の曲でもいけるらしいよ、そのジャンルが、ジャンルが一緒であれば。なんかそれ言われて、え、確かに確かにと思って、めっちゃ合うやんと思って。どんぐりコロコロは逆は何やっけ、あ、人生楽ありゃか。そうなんよ、すごいよね。おばわさんこんばんは、ありがとうございます。はじめさんこんばんは。ダーシャハさん素敵、ありがとう。あ、本当ありがとう、ケンジ。チェキ両方変えた。嬉しい。今日の緑色の洋服。あ、本当ありがとう、村ちん。買ってよかったわ。よき。今日は幼稚園ぐらいの女の子がおはようございますって言ってくれていい一日でした。今日はいい。いい一日やね、それは。ストンコさん、サカピーさん、ありがとうございます。ティフル配信とティフ、ドワーフさんいらっしゃい。ケンジセミありがとうございます。今日もなかなかさんこんばんは。ぬくもりさんもセミありがとうございます。今日もジージハートありがとう。ユッキーさんもセミありがとうございます。デメキンさんこんばんは。アマトーさん、かわいい、ありがとうございます。みつまみしばさん、プチありがとうございます。あ、
未来へピピッと見たよ、愛媛だけでフードロス51,000トン。そう、そうらしいですよね。そうなんよ、頑張って削減したいよね。ね、あのリサイクルの回収ボックスがあるのも知らなかったんだよな私。ジジレインボースター2つありがとうございます。え、そうなんよ、サカピーさん調べた？ミキャン気になって調べたらダークミキャンやコミキャンもいるんですねって。いや、コミキャン可愛いことないですか？めっちゃ好きなんやけど、コミキャン可愛いよね。おひつりさんプチありがとうございます。 BGM はのんびり時間推しの僕だけど、今日は可愛い更新曲、今日綿飴の空っていう曲だわ。あ、違う、おひつりさんか、気づかなかった。ほんとや、いつも BGM 流してくれとったのに気づかんかった。今日おひつりさん、え、今日可愛い更新曲やったんや。新一カウントありがとう。ケンジ花束ありがとうございます。コエポンさんセミありがとう。ねえキクちゃんさん、初めてのウィズライブでしたよね今日。ありがとうございました。本当にまたお話ししましょう、ぜひ。そういえばこの前の休みの日にやることがあるって言ってたのは俳句を読んでたん？あ、違うよ違う違う、その日、その日、あ、見聞祭より前の日の時かな。いや、あの時にはもう完成しとったんやけど。そんなに。メイチさんカウントありがとう。しげぞうさんこんばんは。ワンガンボーイさんセミありがとうございます。 M リーグ始まると夜が忙しくなるなーって、嬉しい悲鳴やね、ほんとに楽しみ。私もやばいね、なんかこう見る方もさ緊張するよね、 M リーグって。いなちさん、ひとみさんこんばんは、ありがとうございます。すごい、本当ですか、ひとみさん。あの愛媛マラソンでボランティア募集を申し込みされたということで、よき、すごい素晴らしい。そっか、いやめちゃくちゃあのボランティアの方助かるよね、走る方にとっても。ジャニャン隊長レインボースター、アイスありがとう、スター2個とアイス5個もいただいてる、ありがとうございます。ひでゆきさん、なんと今日初振りです、ありがとうございます。悲しいのは涙のせい、鏡には映らない、突き刺さる。ありがとう。あ、草屋いらっしゃい、ありがとう。今年ん、今ティフから帰ってきた。あ、行っとったんだよね、うん、あ、そうか、入場規制あるよね今年は。コロナ禍になった初めてのティフかな、あの有観客で。そうかそうか、お疲れ様。ウィズライブ告知あったって、一応ね1日前にあったかな、あの購入の販売のするよっていう告知があって、次の日に発売したって感じかな。ロッピーさんこんばんは、ありがとう、今日はひなほ尽くしでしたって。朝からね、ありましたね。おばばさんフル、ありがとう。おばばさん、虹色さんにドナルドさん、セミありがとうございます。ありがとう、今回ツーショットチェキありがとうございます。ツーショットのチェキ変えたよんって、ひなほのの隊長、おお、ありがとう、今日はウィズライブも楽しかったです。ストンコさんプチありがとうございます。キクちゃんさん、めちゃくちゃ温泉好きです、私はめちゃくちゃ。あ、隊長セミとお仕事頑張ってね、いってらっしゃい、ありがとうセミ。
ペガサスさんフル、ありがとうございます。今日もローマ字のカズさんいらっしゃい。太郎くんプチ、ありがとうございます。チキ買えんかった、またゲットしてやん。あ、オンジコンコ引きか、コロボ。オンジ黒川さん、結構コエポンさん、音符ありがとうございます。お、ケンスケセミありがとうございます。あの、お旅の途中にウィズライブもありがとうございました。よかった、楽しい気持ちになれたよって。私もごま塩さん、こんばんは、ありがとうございます。ようちゃん、カウントありがとう。今日はアンパンマンのテレビ放送が開始した日。あ、そうなの？え、待って、それいつ？1988年なの？アンパンマン最初の放送日って。え、私より10歳以上上ってこと？すごいな。のぶさん、フルありがとうございます。のぶさん、ケンスケ、かわいい、ありがとうございます。ドワーフさん、プチ、ありがとう、久しぶりに。ピルクル、セミ、ありがとうございます、こんばんは。フジモンさん、プチ、ありがとう、 こちらこそウィズライブ、ありがとうございます。コバキンさん、こんばんは、ありがとうございます。オカムさん、いらっしゃい。アイダ・カツタさんかな、こんばんは、ありがとうございます。相田勝田さん、ヨッピーさん、フル、ありがとうございます。ヨッピーさん、おさっぴーさん、レインボースター、みつー、ありがとう。ネコマロさん、いらっしゃい。大将さんもフル、ありがとうございます。今日も、あ、ほうよ、今日は朝からラジオもありましたね、ありがとうございます。聞いてくださったんかな。いってらっしゃい。そうだ、今日の朝のラジオは初の、あの、ロケに行ってラジオを撮るというね。分かったかな、みんな。ムラチン、レインボースター10個、すごい、ありがとうございます。あら、たくさんありがとう、10個いただいてる。クマさん、はじめまして、ひらがなのクマさん、武田ひなほと申します、よろしくお願いします。わあ、オリバさん、こんばんは。ケンボウさん、いらっしゃい。のんびりしたいねさん、ありがとう。あ、ほんと、土、ほぼプチと、おめでとう。あ、就職先決まったってことかな。伊予市で新しい職場で働くことになりそうですって。ほんと、うわ、そう、入れ替えられるね。曲同士に何か共通点があるのかなと思ってね、ストリートくん、どんぐりこうのやつね。アントワーヌさん、こんばんは、ありがとうございます。ひなきんの可愛さには勝てない。え、ひなきんになったことあったっけ私。あ、あれか、あの、エンジンの時か。キクちゃんさん、そろそろライブしようって。あ、でもライブね、一応今月と先月にツアー回らせてもらったんよ、キクちゃんさん。ほやけん、もうちょいね、もうちょいでまた何かできたらいいと思うんですけど、8月と9月、8月に回れたんかな。キュービーのうさぎさん、カウントありがとうございます。大勝さん、カウントとプチ、ありがとう。マダオさん、こんばんは、カタカナの、ありがとう。新一フルー、ありがとう。バンクーバーさんもフルー、
ありがとうございます。今日も黒目化粧ほんのり花ならつぼみよ。私8歳な、クルメの火旗織りでございますもんな。私合祭火旗織りおりますとっさいの。ありがとう。飲んできたのポップマスターさん。かんちゃんフル。ありがとうかんちゃん。ちょコメントが消えかけ消えた。かんちゃんのところまで来たね。しんいちのフルはまだ読めてないよね。あれしんいちのフル読めてない。しんいちフル、ありがとうございます。読めてなかったんかな。ひろくんプチ、ありがとうございます。今日のクロッティはテトラさんというバンドのガールズバンドですね。テトラさんの T シャツです。今日はめちゃくちゃあの歌が好きで、歌声とか曲がとても好きです。ゆういちさんフル、ありがとう。ゆういちさん、りょういちさんいらっしゃい。ローマ字の、あ、ぐっちフル、ありがとうございます。え、キャンプ場いるの今。楽しんで焚き火しながら見てるんだって。めっちゃいいじゃん、焚き火いいな。とろけるさん、いや本当にトマチョップめっちゃ可愛かった。あれは可愛いね、ゆるキャラね。え、どこのゆるキャラだったっけ。とろけるさんが見せてくれた。あ、曲の入れ替えが可能なわけは、古い曲の多くは8585の文字で書かれているからだって。8文字と5文字って感じかな。なるほど、それやったらいけるってことよね。すごその日暮らしさん、カウントとセミよしんこ、ありがとうございます。ジージフル、ありがとう。ジージ、え、たかひろぜひお話しましょう。ほんまにウィズライブ月に何回ぐらいだろうやってるので、ぜひ。本当ですか。50、あ、キングさんありがとう。いらっしゃい、ひらがなの。アスポンいらっしゃい、今日もありがとうございます。猫あげおひさん、カウントありがとう。まみしばちゃんとピピットのナビゲーターの、ピピットのナビゲーターのアニメ声っぽくて可愛いねって話してたって。ピピくん、ピピちゃんのこと。ピピピピピピくん、ピピちゃんかな。あきえもんさん、一周とカウントありがとうございます。久しぶりにツーショット、あ、ありがとう。ツーショット買ってくれて、一緒にサイン書いたので、ほのぴーと、ぜひぜひ。とききさんこんばんは。むらちんセミありがとうございます。すまちゃんよしんこありがとう。今日もなあ、わかるわ。今ぐらいまで気温が下がってた、下がってからの方が温泉は気持ちいいよねって。そう、夏も夏でいいんやけどね。でも真冬に温泉入るの好きだな結構。え、アスポン白い砂のアクアトープ見てくれたの、ありがとう。想像以上に水族館の話だったそうやろでもずっと水族館の話よまあ嬉しいな、見てくれて。アスポン、おひつりさんセミありがとうございます。松山から熊高原まで E バイクだったら乗っていける。松山から熊高原行けるよ、全然行けるけど、何キロぐらいあるかな熊高原まで。さとしさんこんばんは、今日もありがとうございます。あ、ほんとそうなんですよ、今日最終日だったんですよね、ガチイベの。お疲れ様でございました、ほんまに。あ、大工さんカウントとフル、今日もありがとうございます。みんながくれた元気、この歌で今届けたいよ。前を向いたらいつも誰かが私を見つめてくれた。あ
ありがとう。ほんまに。ペリーさん、こんばんは。ありがとうございます。お、かんちゃんさん。二人目のかんちゃんさんだ。はじめまして。初コメで来てくださってる。ありがとうございます。武田ひなほと申します。カツポンいらっしゃい。ありがとう。ひかりさんもありがとうございます。ありがとう。耳飾りも髪型も可愛いですって言ってくれてる。ありがとう。マササーティワンさんにてっちゃいらっしゃい。今日のお供、親子丼と唐揚げ4個と卵スープと愛のスコール。愛のスコールってなんだ。美味しそう。今日美味しそうだね。とてもポップマスターさん元気フルーありがとうございます。すごい。竹パパさん、プチありがとう。タクさんもフルありがとうございます。タクさん、あ、ラジオショールーム配信で前知識あったから良きでした。あ、ありがとうございます。写真ね、その確か撮影の日に載せたよね。あら、魔法陣だ。ありがとう。ドナルドさん、フルありがとうございます。あ、明日からのお仕事頑張ってね。ドナルド、キナパーンチ、頑張ってね。明日月曜日だもんね。流星さん、こんばんは。ありがとう、流星さん。お、ナナハちゃんのルームより浮雲さん、カウントありがとうございます。ケンジ、サカピーさん、フルありがとう。今日もティフル配信、背景のティフのロゴマークもあって、ティフ自体の MC をしているように見えました。確かに後ろにね、ロゴあるのすごいよね。 MC してるように見えてくれた。すごい、そんな豪華に見えていたらよかった。ぬくもりさん、フルありがとうございます。今日も、え、ひなおちゃんにガチ恋、ぬくもりさん本当？気持ちを抑えるのに大変、抑えるのが大変。そんな、そこまで？嬉しいな。デュフ。二人目のかんちゃんさん、カウントありがとうございます。ひらがなのカズさん、プチありがとうございます。今日も太鼓の奥間いただいた。ちょっとギフト呼ばせてもらおうか。ありがとう、ありがとう、ご報告。あ、ほんとだ、太郎くん、太鼓の奥間いただいてる。ありがとうございます。ペコリありがとう、すごい。どどん、ペガサスさん、ハートたくさんありがとう。虹色さん、ダルマレンジャーありがとう。あら、のりたま、かわいい。すごいたくさんいただいてありがとうございます。20連、ペガサスさん、レインボースター2つ。イズキュン、ダルマレンジャー、コテありがとう。ペガサスさん、バラニコバンありがとうございます。ムラチン、リボンありがとう。虹色さん、かわいい、5個ありがとう。ジージー、コバンにバラめっちゃたくさんいただいてありがとうございます。たくみさん、ハート。カノンさん、ダルマレンジャーありがとう。おしつりさん、バラありがとうございます。ハートとめっちゃいただいてる。てっちゃんもハートと。魔法陣ありがとうございます。ムラチン、だるまレンジャーありがとう。おしつりさん、だるまありがとうございます。太郎くん、あら、リボンありがとうございます。リボン、おさっぴーさん、うま3つありがとう。いずきゅん、小判。てっちゃん、かわいい、ありがとう。ひでゆきさんに、こえぽんさん、音符ありがとうございます。ペガサスさん、だるまレンジャー、コテありがとう。めっちゃいただいてる。ペガサスさん、ありがとう。ムラチンもたくさんハートありがとうございます。アントワヌさん、テクマクマヤコン、アラピルコル、魔法陣10個、すごい、ありがとうございます。いっぱいいただいて。おひつりさん、かわいい、2個ありがとう。ケンジ、お弁当箱ありがとうございます。ペガサスさん、ステッキーに、テクマクマヤコン、リボンまでありがとう。
コエポンさん、ダルマレンジャー、コティ、ありがとう。コバもありがとうございます。リュウさん、ハート、ピョ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 、ありがとうございます。してないよ、これが。なんかフィルターのおかげで明るくなってるみたい、髪色。まあでも若干髪色落ちたかなと思います、暗く染めてから。あ、虹色さん、副反応出たんですか、お大事に。フル、ありがとう、副反応中やのに、お大事に。あら、のんちゃん来てくれてる、のんちゃんいらっしゃい。あ、ありがとう。え、いいね。そうだよ、今年かな、成人の年ということで、のんちゃんおめでとう。まだ成人式まだやけど、前撮りしてきたんだって。めっちゃ良い、のんちゃん。じゃ、一旦ちょっと後ろまで戻って、松山行くならおすすめ何月頃、来年その辺でライブやってほしい。でもね、収まってたらなんかそのやる月の方が多いと思うからな。でもやっぱ松山はね、春おすすめかな。まあ、桜見れるところ結構多いからいいなと思ったけど、まあ、夏もね、海が綺麗だからな。いいぞ。あ、くまさん、七葉ちゃんのルームより、ありがとうございます。ありがとう。むらっちん、フル、ありがとうございます。僕が高校にいたこと、君と高校にいたこと、特別な時間をありがとう。ありがとう、今日も。ユッキーさん、フル、ありがとうございます。 Fighting for light、 Fighting for my life、 雨にも風にも負けず、 Fighting for my life、 Please my darling。 リエト、ボタさん、いらっしゃい。カノンさん、セミニー、奥様、フル、ありがとうございます。本日の四字熟語、なんじゃそりゃ。今日の総称した四字熟語ってことですか。何があるかな。4年連続4年連続 TIFF 出場させてもらってるのでね、4年連続。ありがとう、まさみゆらさん、今日も言ってくださって嬉しい、嬉しい。お、ななちゃん来てくれてる。ななはちゃん来てくれとる。あら、イベント終わったばっかりやのにありがとうございます。ありがとう、ななちゃん。配信者さんの高岡ななちゃん来てくれとります。ありがとう。レブル250さん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。レブルさん、ひかりさん、一周とカウント、ありがとうございます。こえぽんさん、フル、ありがとう、こえぽんさん。おー、コロボお休み、ごめん10分遅れて。食欲の秋、おいしいものたくさん食べるなりよ。ほんまに今年の秋はめっちゃ食べたいと思います。おやすみ、ありがとう。それはさすがにないけどな。今日のみきゃん、実は中の人がさあちゃんってそれはやばいやろおひつりさん、フル、ありがとうございます。なぜめくり合うのかを、私たちはいつも知らない。ありがとう。いた、
さとしさんプチありがとうございます。イベント頑張ったななはちゃんにひなよしんこ、ななちゃんそうだ1位だ、暫定1位だもんね、おめでとう、お疲れよしんこ、よしんこのよしんこお疲れ様です。本当にすごいすごいです。てるてるさんにおさっぴーさんフルありがとうございます。今日はどこも出かけなかったけど、ひなほちゃんまみれで良き一日にした、よかったです。おぽぽぽぽって湧き出ていましたか、私が。よかった。アントワーヌさんフルありがとう。アントワーヌさんはインドラフェブリアントさんかな、言ってかお相手初めましてだ、ありがとうございます。おおひろくん3連勤お疲れ様です、大変。おりゅうさんフルありがとう。りゅうさんティフの画像をポーズ勝ち置き、これねありがとうございます。何ヤムチャの狼なんて書いたやろ、ヤムチャっぽい。ギノクロさんこんばんは、ありがとうございます。え新一なぜに、うらやましい、今日伊勢エビ食べたんだって。新一ずるいぞ。太郎くんセミありがとうございます。最近中性脂肪300超えて波が一つ増えたなりって、え300ってすごい中性脂肪、えどうするそれ。なんかあのマッサージで燃やしてもらうとかは、なんかキャビテーションみたいな感じで、あのめっちゃ揉んで熱くして燃やしてもらえるよ多分。どうやろう、あの燃やすってもう、あ何リアルに燃やすって意味じゃなくて、なんかこう脂肪燃焼みたいな感じの感じですのりたまフルありがとうございます。今日くらいはね、え本当に今日くらいはさ、ねえ起きてよ映画ぐらい一緒に見ようよ、もうどっかへ行かないでよって願っていたのは僕の方なんだ、確かに間違いなくこの部屋にいたのは二人だったの、ありがとう。いいよねテトラさん、今日はテトラさんの T シャツ。高幸さんこんばんは、ありがとう。浅はかのヒーローさんカウントありがとうございます。虹色さん、それ読んだね、お大事にの風呂だ。そうなんです、あ、カンタさん、カンちゃんさん、かんちゃんさんがいらっしゃるんでしょう。もう一人、ほんとポップマスターさん、インスタの写真めっちゃ大人っぽいねって、ありがとう、嬉しい。フェルナンデスさんフル今日もありがとうございます。アンパンマン、あ久しぶりにアンパンマンよ。さい、僕最近ジャムおじさんが薄皮アンパンにハマってて頭が重いんだよえ、逆やない？あ、ん？アンパンの方が多く詰まってるから重たいのか、まあ、なんかすぐやられそうやね、薄皮だったら。え、カクカクのクマいただいた？ありがとうございます。誰ですか？ムラチン、ありがとう、カクカクのクマありがとうございます。カク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 、ありがとう。ごめんね、ちょっと一斉に読ましてもろてるけども、たくみさんのハートは読めとった気がするね。むらちん、アントワーヌさん、あ、ここ読めとったね。りゅうさん、あ、ここまで読めた。ダーシャハさん、お疲れ、ありがとう。こえぽんさん、パチパチ、ありがとうございます。2つ、ひでゆきさん、こえぽんさん、おさぴーさん、おんぷありがとう。やっこん、だるまれんじゃ、
猫さん、猫に小判ありがとうございます。すごい、10個も。甘党さん、マジカルハット7個ありがとう。おひつりさん、魔法陣ありがとうね。おさぴーさん、花束やつありがとう。てんてんさん、てんてんさん花束ありがとうございます。嬉しい。イズキュン、馬10個ありがとう。あ、隊長、ウラメシアありがとう。ウラメシアいただいてる。やばい、16分か、早っ。16分だって、どうしたらいい。さあちゃんの写真集素敵よね、ミリね。バンクーバーさん4年連続ラーさん、ミーシャさん、こんばんは、ありがとうございます。え、竹山ちゃんのアクスタ持って写真撮りました。え、嘘、本当に前撮りで。嬉しい、のんちゃん。え、前に出てたやつかな。ありがとう、のんちゃん、そんな記念すべき日にありがとうね。行ったり戻ったりでコメント読めるの。そうね、ごめん、時系列バラバラでごめんみんな。そうなのよ。わ、86さん、ワクチンお疲れ様。え、2回目ですか。1回目かな、腕痛いよね。ハラメタルフル、ありがとうございます。今日のラジオハイテンション高めでめっちゃ面白かった。あ、本当？よかった、ありがとうございます。よかった、嬉しいな。ワンガンボーイさんもフル、ありがとうございます。こやぽんさん、まだなんですよ。もう出てるかな。あの、昨日だけやってたの、あの2期の1話、86。863、お、リンヌさんのところより、ありがとうございます。来てくれたのね。あ、嬉しい、ありがとうございます。神田カンタさんってお呼びしたらいいのかな。カンタさん、あ、プチまでありがとうございます。4年連続そうじゃろ。ようかんさん、ほじゃろうって。あ、ようちゃんフル、ありがとうございます。だからも相関症大症連盟、愛を抱いて理想をドゥルンドゥン、行き場のない愚者のメロディ、再挑戦ドゥドゥ、テレポーテーション何回だって重ねてゆくんだ、行き場ない愛のまにまに。ごめん、歌詞間違えとったら、ありがとう。妄想鑑賞大賞連盟っていう曲。やっくんフル、ありがとう。今日も、あ、ぬくもりさん、あの緑の時ですか、服。そんな嬉しいな、ありがとうございます。今日初めてティフなるものに行ってきた。え、いいな、みーくんさん、場所行ってきたんだ。そうなんよ、来年も頑張りますね、みーくんさん。マダオさんフル、ありがとうございます。マダオさん、あら、甘党さん嬉しい、すごい、ほぼ3周してくれたの、ありがとうございます。初の3周目チャレンジしてくれたんだって、甘党さん、ありがとう、嬉しい。ほぼフル、ありがとうございます。のんさん、こんばんは。宮内さん、いらっしゃい、ありがとうございます。声変わり、そう、声変わりしちゃった。脂肪燃やしてもらいたい。いや、本当にね、燃えるみたいですよ。なんか、あの熱い意志を置いて、それでゴリ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 する、なんかあるんよ、なんやったかな、なんかそんなんとか、ちょっと痛いけど、あの痩せるみたいな、あるんよ、本当に。そう、ついてほしくないところにさ、脂肪ってついとってさ、それがまたさ、どきにくい、なんかのきにくい、落としにくいやんか。いや、そういうのでもゴリ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 やってもらって、燃やしてもらうんがいいんよ。
そう、虹色さんインスタにもちょっと前に投稿してた。あ、そうだ、私さ、あーもう21分やけん今度にしようか。いやいや、もう途中まで言ったから言おうかね。あの、私ずっと行きたいカフェがあって、そこにやっと行けたんですよ。ほのぴーと行けたんだけど、あの、めちゃくちゃあの、コーヒーのね、なんやろ、もうこの道何十年のあの、おじいさんが作られとるコーヒー屋さんがあるんですよ、松山に。で、それがまたお店の雰囲気もめちゃくちゃおしゃれで、で、多分すっごいこう丁寧に作ってくださってっていうお店があるのよ。で、そこにずっと行きたかったから行ってくれたんよ、一緒に。そのコーヒーがめっちゃ美味しかったっていうね。もう急にめっちゃ言ってしもって申し訳ない。ちょっと写真があるけん。この外観がね、とってもね、良くて、まず外観はこんな感じなんですけど、もう海外に行っとるみたいな写真なんよ、これ。ほら、めちゃくちゃおしゃれじゃない？すごい店の雰囲気がとてもおしゃれなんですよ。まずこんな感じなのと、お店のね、雰囲気映せたらよかったんだけど、いや、それがね、またね、商店街、昔からある商店街の中にあるんだよね。それがまたエモいんですよ。あとね、この作ってもらってるところ映せたんですけど、これちょっとね、でもあんま映ってないけん大丈夫かな。このこんな感じで、めちゃくちゃね、おしゃれなんですよ。おしゃれに豆をひかれてコーヒーを作られてるっていう、もうお店の中がめちゃくちゃおしゃれでした。で、確かあの雑誌のね、中にもね、よく特集されているお店なんでしょうね、ここ。そうなんですよ、すごかったです。これめちゃくちゃおしゃれで渋い。それがまた美味しかった。私はなんか深み順にこうメニュー表が並んでて、名前が、私が飲んだやつはクラシックっていうコーヒーだったんだけど、豆の種類じゃなくて、その深みの種類がクラシックなんだよね。銀天街じゃないよね、ここ。でもめちゃくちゃ近いです。銀天街の隣、なんか外出たところの昔からある商店街、あ、何の商店街なんやろ、にあります。こんな感じです。豆もね、買って帰れるんですよ。めっちゃ良かった、本当に。いや、みんな行ってみて。ちょっと待ってよ。あ、ロダンカフェ、ロダンコーヒーだっけな、ロダンカフェっていうところかな、多分。ちょっと最近できたっぽいんだけどね。ごめんごめん、25分になっちゃったから閉めていく。ひかりさん2周してくれた、ありがとう。よっちさんこんばんは、ありがとうございます。猫さんフル、ありがとう猫さん、今日もありがとうございます。ちょっとくださってるものだけ読んでいこうかな。セロリさんこんばんは、アキラさんこんばんは、ありがとうございます。よし、そうなんや、猫あげさん、プチありがとうございます。私のことを言ってくれとったんか、嬉しい、ありがとうございます。声のピピの、ピピが一緒にいてくれた時の、あ、そう、メトロノームなんかな、これ。近藤さん、ゆたかさんこんばんは、ありがとうございます。めっちゃいいよね。ジェニくんさん、焼きまんじゅうさんこんばんは、ありがとうございます。
豆柴に改名すれば大丈夫よし、ごめん、音も行きます。あー、また待って、私今日の音もめちゃくちゃ癖強いんですよ。今日の音もさ、海外の飲み物なんですよ。たまたま売ってってさ、海外の飲み物が、もうこれ G が全部日本語じゃないんですよ。でこれは何なのかというと、コンドレモングリーンティーというレモングリーンティーらしいんですよね。これなんかどこだっけな、モンゴルだっけな、どっか書いてたよね。ナチュラルグリーンティーって書いてる。こんな見た目ですね、ナチュラルグリーンティー。あ、これどこの国か書いてないわ。どこの国だ、どこの国、わからんわからんけど飲むわ。なんて書いてるかわからんのよ、やけん。でもドルやからね。よいしょ、すごい、お茶っぽい、色はお茶っぽい。うわぁ、なんかめっちゃミントの匂いする。では、音もある方、一緒に乾杯。癖強。これは癖強いわ。やっぱこう日本海外じゃ結構味違うよね。なんでもタイの時にお茶飲んだらびっくりしたもんな、甘すぎて。これはね、なんかね、私の味覚がおかしいんかもしれんけど、めちゃくちゃわさびの味がする。なんかツーンとはせんけど、わさびのなんか風味みたいな。でも甘いよ、めっちゃめちゃくちゃ甘いです。なんて言ったらいいやろね。でもなんかレモンティーが主体なのかなって感じですね。レモンティーが元にあって、そこからいろいろ足されたらこんな感じになるみたいな。あー、不思議だなこれ。でも全然飲めるというか、おいしい、うん、なんかちょっと癖強いけど、うん、あ、甘い。これタイかな、どこだろうね。基本お茶、そうやね、レモングリーンティーだからね、レモンティーのグリーンみたいなね。うんうん、美味しい。うん、なんやろ、癖は強いけど、あ、けチャイティーみたいな感じやな。チャイティーも結構好きやけど癖強いやんか。あんな感じですね。これはのんでみて、みんなお口に合いますか、正直に。で、私は昨日のスイカソーダがここだったら、今日の何？レモングリーンティーはこの辺。スイカソーダこの辺ね。かな。で、レモングリーンティーがここにあって、普通の日本のお茶はこの辺かな。この辺よし、ランキング読み行こうかな。最近めちゃくちゃ不調なんだよな、この
流すやつが。お、流れた、よかった。ちょっと待って、じゃあデイジーじゃなくて今日はよいしょか、排他的にしよう。やばい、31分ランキング読みします。今日もありがとうございます。13位、アマトーさん、ありがとう。アマトーさん、壇上乗ってくれてありがとうございます。お疲れション。12位、おひつりさん、ありがとうございます。おひつりさん、ありがとう。壇上いつもありがとうございます。お疲れ様。11位、ようちゃん、ありがとう。ようちゃん、たくさんいつもくださってありがとうございます。お疲れ様。10位、ピルクル、ありがとう。ピルクル、今日も壇上ありがとうございます。9位、太郎くん、ありがとうございます。太郎くん、いつもたくさんいただいてありがとう。8位、のりたま、ありがとう。のりたま、今日はウィズライブもありがとうございました。楽しかった。ラッキーセブン、ジージー、ありがとう。ジージー、壇上いつもありがとうございます。明日はいい日になるぞい。ででで、6位、チャーニャン隊長、ありがとう。隊長、たくさんありがとうございます。今日もお疲れ様。そして5位、こえぽんさん、ありがとう。こえぽんさん、今日もたくさんありがとうね。お疲れ様。そして4位、おさぴーさん、ありがとう。おさぴーさん、すごいね、たくさんありがとうございます。お疲れ様。そして3位、あぼん、君はペガサスさん、ありがとう。ペガサスさん、たくさんいただいてありがとうございます。本当に。そして今日の第2位、あぼん、虹色さん、ありがとう。虹色さん、すごいね、いつもありがとうございます。レピ。そして今日の第1位、あぼん、ムラチン、おーおー、ありがとう。ムラチン、たくさんいただいてありがとうございます。お疲れ様。1位です、ありがとうね。たくさんありがとうございます。待って、あやかさん来てくださっとる。お疲れ様です。あやかさん、可愛いもくださってありがとう。それでは2236名様、今日も来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。あ、しばし読めてなかったんですが、ようちゃん、うま、ありがとう。ありがとうと、虹色さん、素敵、10個もいただいてたのね、ありがとね、素敵。あと、おひつりさん、タコ、ありがとね。よいしょ。イズキュン、テクマクマヤコンに素敵、ありがとうございます。それでは、今日もカラオケを1曲歌って終わりたいと思います。何でもリクエストしてください。リクエストタイム、よーい、スタート。あ、ボタさん、おやすみなさい。ありがとう、夜遅くまで。あ、あ、千の桜さん、また来てくださってる、ありがとうございます。冒険でしょでしょ、本当か嘘に、花束の代わりにハッピーシンセサイザーか、懐かしい。プロローグね、カラグリ、カラ、カラクリピエロ、アクエリオン、幸せいいね、ありがとう、光へ、ドゥドゥルドゥルドゥドゥルドゥンドゥン、光へ、君の知らない物語、ゆきさん、こんばんは。ロマンティックあげるよ。桜の花びらたち、風になる、かまど炭治郎の歌、風立ちぬ、ライピュアレディ、あゆた、ライオン、
なんちゃんちゃん、エウテルペいいね。マトリョシカ、ミカの歌。え、マドカの誕生日なの今日。マジか、おめでとうマドカ。海の声いいね。桃色吐息か。猫、忘れな、ここにしか咲かない花。決めましょう、夢先案内人。ゴッドノーズ、アイロニー。あ、アイロニー懐かしいね。レモン、怪物か、揺れる想い。レモン、カラフル、チェリー。オースサイン、ミキアの歌。 You and I、 ベストフレンド。あ、カレーだ、カレーのチライス。おお、いいね。決めます、弱音く吐き。充電器、充電器。よし、今日はこれにしよう。何回目かな。よくこの時間に歌いたくなる曲なんですよね。